お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、昨日もね、振り返りのね、決勝戦の VS ゲームズの振り返り動画上げたんですけど、それはね、昨日は 2v2 だけだったんで、今日は 1v1 と、あとはそのね、クラルファーリーグ全体を通してといいますか、シーズン1通してのね、振り返りをね、いろいろ話していけたらいいかなと思います。というわけで、もう早速ね、この最後、キングオブヒルの場面になるんですけども、話していけたらいいかなと思います。というわけで、僕は、その最後ね、KOH、キングオブヒルの1番手で出て、相手がね、ロラポロン選手っていう感じで、僕の後ろにはまだライクさんと、みかんさん。あっちにもまだそのユイヒーロ選手と、KK 選手がいるわけで、正直ね、そのキングオブヒルって僕は、みんなも多分思ってたかもしれないんですけど、その焼き鳥とね、そのキングオブヒルでやっぱ戦えるよなぁってちょっと思ってたんですよ。前に一回ゲームイズとその公式でね、試合することがあった時に、焼き鳥も、僕もお互いね、キングオブヒルに出ないっていうことがあって、バトルないんかいみたいなね、があったんですよ。だから今回こそは、あるよなーって楽しみにしてたら、焼き鳥お前も出ないんかいっていうね。というわけで、2v2 でね、焼き鳥ではバトルできたんでね、いいかなっていうわけで、早速ね、この、始まったんでね、いろいろ話していけたらいいかなと思います。で、僕は、使ってるのは、結構コメントとかでも、スケラ？ゴレーみたいな、ロイジェイみたいなのが、なんだみたいになってたんですけど、最近、ちょっと流行ってきてる。流行りの、一番最近流行ってきてる、ロイジャイデッキをね、僕は使って、ロラポロン選手が、ペッカの、テンプレートのね、デッキを使ってるって感じで、僕がこのデッキを選んだ理由とかは、そんな具体的なのはないですよね。ロラポロン選手だからこれっていうのはあんまないんですけど、僕、結構そのアイスイズが好きなんですよね、意外と。その動画とかであんま言ったことないかもしれないですけど、結構このアイスイズプラスの、遅延系のデッキとかが結構好きで、アイスイズ自体がね、お気に入りなんでね。なんで、このね、ちょっと流行りのロイジャイデッキを使ってみたら意外とね、肌に合って、いいなと思ってたんでね、使いましたって感じなんですけど、しょっぱなトルネあったかな？多分あったんですけど、手札に ISP とか持ってて、ちょっとユーノの受けをね、ちょっと焦っちゃってね。若干の緊張からちょっとプレイがね、しょっぱに良くなかったんですけど、こっからね、ちょっと、しっかり防衛から組み立てて、流れをね、だんだん取り戻していく感じですね。で、基本的に、ロイジェイ対ペッカーなんですけど、ロイジェイ普通に出してもね、やっぱペッカーにね、溶かされちゃうんでね、できるだけ、しっかり守ってカウンターで自分のね陣地にアイスイズとかメガゴとかが残ってる状態でカウンターその残ってる前にハシマイロイジェイをねつけてカウンターをしていきたいっていうのがねこのデッキの狙いではありますね。なんで今結構僕としてはずっと受けてねそのサブユニットでね今ずっと防衛してチャンスを狙ってるところですね。でもこの辺で僕は正直、これはいけるなと思いましたね。それで勝ちたいなと。てかもう、その僕も先頭だったんで、一人抜けば、もう僕の役割は言ったら終わりというか、十分な感じだったんですね。なんで、一人だけ、一生だけっていうのをね、ちょっとね、すごい目標にね、頑張ってましたね。で、ここはエレキプラスのペッカにね、とタワーにライトニングって、こんな感じでね、守ってユニットがね端前で残ってる時に端前ロイジェイをしてこの結構地味かもしれないですけどねダメージをね重ねていくのが結構ね相手のカウンターをね防止するっていうのにもねなっていいと思ってます。はい、なんでここもしっかり受けからいきますね。基本受けから行ってここのライトニングは多分コストが普通にちょっとリードしてて暇だったから若干暇でエレキがちょうど出てきたらいいなぐらいのね。この後の防衛ができる自信があったんでね。若干削りのライトニングですね。で、ここも結局、そのアイスイズの遅延がやっぱめちゃくちゃ強いんで。で、キングキードもしてるんでね。これも守れちゃいますね。で、ここ今相手ザップ使ったんで、ロイジャイ出して、高めに別にね、メガゴ
処理エレキ来てもメガゴで殺せるわと思ってね。てかまあアド取ってたんでね、ハシマイロイで攻めてこれメガゴ追加してあげて、このカウンターのねユニットにできるだけダメージ与えて、まあ、カウンターする形ですね。これちょっとコストなくて言うのがねちょっと痛いですね。ちょっと痛い、まあ、けどですね、やっぱあと750なんでこっちとしては結構イモりたいですね。もうここから1ダメージも与えなくてもまあタワーの多分ダメージ差で勝てるぐらいなんで、僕としてはもう本当に待つだけって感じですね。待つだけ、もうここで本当にいやーいけるなーと思ってましたねここも血工場来たんで、それに合わせてダクベリを出したし、すぐに今後ねロイジョイを出してあげることによって相手は工場側をね攻めたかったかもしれないんですけど、絶対にこのロイを守らないといけないので、ここで攻めさせないっていう流れをねここで作って、でその間にねメガガとかねペッカとかしてっていう、まあ結構自分でリズムを作れてたかなと思いますね。なんか自分の流れに結構試合中も持っていけてたかなと思いますね。はい、なんで結構いい感じだったと思います。はい、でここはもうペッカ出してきたんでね、もうこれペッカ来るのも正直分かってたんで、若干来るだろうなと思ってたんで、もうね8枚ロイメガゴすぐ構えてたんで、はい、いやもうこれで僕はもう鬼嬉しかったっすね。単純にまあとりあえず嬉しかったっすね。もうにやきが止まってないですね。自分で見てもちょっと面白いですねはい、って感じで、まあここね一勝取れたんで、もう僕としてはもうまあ満足というか、まあもう負けでもいいなってこれは本当にちょっと思ってましたね。まあそれはもちろん2人目3人目もね抜けたら抜きたいなと思ってましたけど、ああもう負けても大丈夫や、1人抜いたからいいやって感じのね、ちょっと楽なね気持ちではいましたね。はい、でもまあまあまあまず1人目抜けてよかったかなと思ってます。でバンカードが何だったっけ、僕たちがまあ、プリンスバンして、ゲームイズがアイスゴーレムバンだったんですよね。で、まあ、でもアイスゴーレムバンが、まあなんだろう、まあ基本的にどんなデッキにも入ってるし、僕とライキさんとかが結構30石とか使ってくるのが多分若干嫌だったんじゃないかなっていうのは思いますね、多分。か、なんか、うん、まああとはそのみかんさんの高回転のバルーンとか。そういうまあバルーンに前ぐらい入ってるしっていうのでアイゴレバーンだったと思うんですけど、まあ正直僕が多分このポノスの中で一番やりやすかったんじゃないかなと思いますね。みかんさんもまあまあアイゴレ使うし、そのライキさんもか、ライキさんも結構アイゴレ使うと思うんで、まあ、アイゴレプラスのラムとか使うんで、僕がここをねしっかり1枚抜けたっていうのはまあでかかったんじゃないかなと思いますね。まあまあ、はい、というわけで次に2戦目ユイヒーロ選手で、まあ、ユイヒーロ選手は、まあ、大型が得意、まあ、大型なら基本何でも使える選手なんで、まあ、自分はしっかり大型をね、まあ、意識したデッキで、まあ、行きましたね。はい、いやここな、何話してたんだろう。多分デッキのそう中身をなんかスパーキーとかも考えてて、ユイヒーロ選手が使ってくるのなんか一枚これにするかなみたいな悩んでたんですけど、なんか七回戦多分なんか安牌でいいみたいな、うーんこれでいいんじゃねみたいになって、多分ねまたアイスウィズ型のねデッキを多分使ったかなと思います。いやいいですねいやマジで初めての優勝なんですけど、まあそのこういうリーグっていうものでね初優勝、去年惜しくも負けてっていうので初めて優勝したんですけど、もうえぐいぐらい気持ちいいですねマジでなんかもうその優勝した時もアホみたいに嬉しいし気持ちいいんですけど、もうその次の日とか優勝した次の日の朝とかもう目覚めがいいですね。はーってなんかもう本当にねもう気分が良すぎてやばいですね。なんかずっとちょっとにやけちゃうぐらいの
感じになっちゃいますね、優勝って。本当にいい経験だなとすごい感じてます。はい、だけでまあここね、僕はまあリーグであんま見られてないかもしれないですけど、あの僕結構スケラが、まあ、好きで、なんか好きな方多くねってなっちゃうかもしれないですけど、スケラが好きで、まあ、スケラフリーズですね、僕の結構お気に入りな、なんですけど、これになんかちょうどインドラを出さないといけない流れで、普通に後ろからインドラをもう出しちゃって、まあ、エレキでやられるもね、正直分かってたんですけど、まあ、インドラ出さないといけない流れだったんで、ちょっとここの初っ端がね、僕的には一番痛かったかなと思います。相手のロイに対してボーラーとか合わせれたらよかったんですけど、ボーラーがなくて、多分スケラフリーズなんかとかで、もうインドラ出さないといけなくて、ちょっと簡単にね、インドラがエレキでやられちゃってっていうのがね、まあ、若干アドも取られて、正直ね、うわー、ロイジェイやべえなーと思ってましたね。ロイジェイやべえなーと思ってましたね。まあ、けど、まあ、まあ、なんとか考えてましたね、どうやるかを。で、ここの1枚が正直ランバーが立て線だと思ってて、プリンス1だから、ランバーのロイジェイだと思ってたんですよね。けど、まさかのババっていうね、なんですけど、ここなんか、このめっちゃ運がいいですよ、これ。あの、普通にベビドラスケ出しても、ババだけだったら、運が悪かったらもう1000ぐらい削れてないと思うんですけど、ベビドラが入ってたり、スケラも入ってたんで、結構運が良くて、めっちゃ大ダメージになってますね。ここは、まあ、ボーラープラス、ね、逆サイドのババがね、ちょっと痛い。アイスイズ防衛して、ファイスピー入るのちょっと嫌だったんで、ベビ出したんですけど、逆サイにね、ベビが行っちゃってね。これもな、ちょっとやばいなと思ってましたね。なんで、まあ、後ろからしっかり防衛する形を、まあ、作ってって感じですかね。はい、でボーラープラスインドラで、まあ、エレキさえ処理してしまえばね、こっちのユニットのインドラ活躍するんですけど、ライトニングでうまく飛ばされて、ちょっと難しかったですね。ここはもうマジで常にアド取られてて、こうまたロイジェ受けされて、常にアド取られてて、なんかスケラフリーズだからオーブンもなかなか壊せないし、その攻めでフリーズババ来るから絶対フリーズまで打たないとこっちのダメージも通らないんで、それはそれでね、ダメージ入らなかったらハードカウント受けちゃうんで、やっぱそのスケラフリーズで攻めるタイミングを僕は永遠に待ってましたね。さっきもなんですけど、結構待って今だなっていう時に僕が攻めるスタイルがちょっと好きなんで、もうさっきもボイフリーズしたんですけども、今はまだ攻める気はなかったですね。まだここもうイモル気しかなくて、しっかりアド回収して、こういうエレキとかもちょっと美味しいですね。で、これ多分ライトニング警戒で、ライトニングタワーボーラーが含まれないように高めアイスリーズで、まあタルババ来るの分かってたんでね、ベビー出して、まあそこにユニット出すのもバレてる相手の読みベビーですね。で、ここでフリーズ使わずに、ここですね。ここで、まあ、攻めようと思ってたんで、フリーズ使わずに防衛して、まあカウンターですね。で、こうババ来るんで、来た瞬間にフリーズして、これ絶対インドラインエレキ来るの分かってたんで、ここで、ね、エレキ読みタルババして、しかもこれも当たってね、いい感じにエレキも処理できて、このボーラーがね、入る。でも、俺入ってるやんってなって、この、僕、手を転がせってね、やってたんですよね。いい感じにボーラーも刺さって、今結構、いい感じのプレイが、自分としても結構、ね、いい感じのプレーができたんじゃないかなと思いますね。もうここはもう最高ですね、気分としては。もう2人抜いて、あ、俺の役割終わったわーってね、思ってましたね。最後ね、まあ、ラスボス、超絶ラスボスのね、KK 選手が、まあ、立ちはだかってるんですけどね、まあ、それもね、まあ、この後ですね。って感じで、まあ、これですよ。これ本当にラッキーでしたね。この、で、ここはもう、マジで絶対エレキここしかないでしょっていう、ところにタルババ転がして、ボーラーが、まあ、結構相手もコストが重めのね、しかも空がちょっと多めのデッキなんでね、このボーラーを止めることができなくてっていう感じですね。はい。というわけで、ラスト。いやー、ここ正直ね、正直、自分としては、KK 選手に勝てる自信は、まあ、ありましたね、この時は正直。ありましたね。てか、まあ、勝ちたいっていうか、まあ、それ、まあ、いけると思ってましたね。
正直ね、自信はめっちゃありましたね。この時スタンダードしてやろうっていう、ね、自信はすぐやりましたね。でデッキもまあこのデッキでいこうかなってなんとなくで決めてたんで、もういやかっこいいっすね経験この集中モードに入ってる経験は鬼かっこいいっすね。後ろからちょっとヤキちゃんがね見てますね。いやー最後僕は迫撃プラスのロイホグデッキをまあ使った感じですね。まあリーグでも1回か2回使ってて、もうこれフチバヤ先生に言ってましたね。僕も2人抜いたらもう負けてもいいっすねってっていうような、まあちょっとね和むというかちょっと気が楽になるような感じのね話をしつつ、いやここですね。いやーちょっと思い出すだけでもちょっといいっすね、はい、というわけでこのラスト勝負、僕3立てなるかっていうところですね。しかもこの試合の僕の、まあ、僕が出た試合、そのこの僕らのゲームズの前の試合がケイオスで、その前が OGN だったんですけど、ケイオスの試合は出なかったんですけど、OGN のね、試合で僕は3立てしてたね。ワンチャコで3立てしてたね。2連続3立てっていうね、こともあったんですけど、まあまあ、見てもらえればいいかなと思います。で、これ、ユーノとタルババ来て、ユーノとタルババって KQ としてあんまないなって思ってて、エレキで、ペッカ工場の、まあ、ザップがタルババをね、デッキもあるんで、ペッカ工場のタルババかなと思ってたんですよ。正直ね、ここでね、でペッカ来て、あーで僕はこれ迫撃ライフなんですけど、ペッカ工場だった場合に迫撃ライフって結構キツペされて逆サイ攻めて、その逆サイを、まあ、ダクプリとかゴーストとかでいい感じに許容されて両サイドバーンって攻められると負けちゃうっていうか、もう止めれなくなっちゃうんですよね意外と。なんで、まあ、ここでね逆サイライフを飛ばさずに向けから入りましたね。で相手のベビーとラムのこの位置もすごいいやらしいですね。ファイボでなんか打ちにくいような感じの位置にちゃんと分けてね出してるの、こういう細かいところがすごいいやらしかったですね。でもうここはまあ若干強で言うのは、あロイホグで、ね、受けましたね。ここ正直 KK ちょっとあのコストねんじゃねと思ってて、これダメージまあぼちぼち入って、まあ、いい感じだなと思ってましたね。けどペッカラムかなって思ってましてね、KK 選手が結構迫撃とかまあなんだろうとかを使うから、その僕のこのデッキのテンプレはロケットなんですよ。だけど、まあ、アウトロ迫撃とか来るかなと思って僕はね、ロケット5にしたんですよね。けど読みが外れて、まあ、ペッカラムが来て、ちょっとこれは予想外で辛かったですね。でもなんでここ一回雪から展開しますね。ロケットだと結構このペッカベビドラとペッカラムに対してこのロケを打って基本防衛するんですよ。このペッカベビドラね、ベビドラさえもすごい厄介なんで、ここのとかにロケット打てるんですよね本当は。ロケットだったらけどファイブにしてたんで、こういうのがちょっと辛かったですね。でこの逆サイロイフをタルババだけで許容っていうのもまあ、鬼うまいっすね。マジで許容してこっちが1個おろうっていう KK 選手のプレイなんですけど、こういうのも鬼うまいっすね。で、ここな、ここちょっと Y 良くなかったですね。ここ多分することなくて迷って、そう、ここの迫撃置いちゃったんですよ。ここを置かずに、普通になんかで回して逆サイ攻めたりしとけば、ペッカ受けされても普通に守れてたと思うんで、ここの防衛迫撃で僕はちょっと負けたかなと思いますね。この防衛迫撃を置いたことによってちょっとやらかしたなーっていうのはすごい思いましてね。なんででも立ち回りもちょっと鬼うまいんですよね。ケツペをちょうどせずにちょっと待ってくるっていう KK 選手のいやらしさっすね。いやーでここも僕はもうライトニングとまあユキ2発かなんで、まあ攻めるしかないっていうので、まあ防衛じゃなくて攻めでね迫撃を使って、まあ、攻めるんですけど、あとちょっとが遠いんですよね、これ。あと688で、この380ならやべえと思って、コストねえってなって。けど、雪玉からの、この防衛迫撃、ギリギリ、マジで。正直、終わったと思ってたんですけど、まあ、いい感じにね、ギリギリ、耐えれましたね、マジでギリギリ。けど、後も取られて、まあ、取られてるのもバレてるんでね、これ、ロイフク警戒されて、でも、ここでも、妹もライト雪で、まあ、あの、
落とされちゃうんでね、これも攻めるしかなくて、攻めてワンチャン取り行くんすけど、ここねあとちょっと届かなかったっすね、マジで。これはもう、まあ、悔しかったっすけど、まあなんだろうな、まあ悔しかったっすかね本当に。いやー、勝ちたかったっすね。別に勝てない、別にめっちゃ相性悪いってこともなかったんで、まあ、ここは KK 選手が普通にうまかったなっていうのはすごい思いましてね。でまあこの後ね、その来季兄貴がまあね、ちょっとかましてくれてね、まあ、無事ね優勝することができたんでね、まあ、そこはすごい、まあ、チームで勝てたって感じでしてね、すごい良かったかなと思ってます。でまあ今日はまあこんな感じなんですけどね、まあこのワンブーバーのね振り返りとしては、はい、まあそうですね、まあリーグ通してシーズン1通してですけど、結構僕あのシーズン1の序盤はちょっと調子良かったんですけど、シーズン中盤全く勝てなくて、結構チームにねまあ貢献できてない感じだったんですけど、まあ最後の最後にねまた勝てて、なんか自分としてはまあほっとしてますね。マジでずっと勝てなかった時があったんで、結構、まあ、若干の闇期に突入しててちょっとね、まあ、やばかったんですけど、まあ無事ね最後勝てて、まあ、チームも勝つことができて、まあ、すごいねそれ良かったと思ってます。はい、自分としてもすごい嬉しいというか、もうあのねトロフィーをこう持ってね上に上げてね、写真あの横に並んで紙吹雪が散らばってるね、あの映像が僕あの写真が大好きなんです、あれが。なんであれをね実際にすることができて本当に、はい、幸せだなと、幸せというかまあはい、もう幸せだなと思いましたね。はい、なんでまあこっからねまだ1回オフシーズンに入るんですけど、 WCG っていう大会や、まあ、シーズン2もあるんでね、たまある、さすがにあると思うんでね、まあね新卒に向けてもしっかり頑張っていきたいなと思います。というわけで今回はねこんな感じで、まあ、振り返りを終わりにしたいかなと思います。なんでこれからもよければ応援よろしくお願いします。あと応援してくださった方々もありがとうございました。というわけで、終わりにしたいと思います。ではお疲れ様でした。